ピードを僕はスピードじゃなくてそのモーションをいかに消すかで試合にしてんねんけど、手から、触りに行く感じで突きに行くねんけど、それは何でかって言ったら、例えばみんな強く突こうとしすぎて、やっぱ手が力んでしまったり、肩に力入ってしまったりするから、結局、手から動かしても、体が先に行ってしまって、後から手が出るんだ。これ言うともうモーションや。じゃなくて、イメージとしては、構えてる中から、手で触りに行くイメージで、わかる？手から動かして触りに行く。で、モーションを消すイメージを、二人組で一回やろうか。決めの練習もしとこうか。みんなこう、ここで止まったりしてるから、例えば、みんなが審判やとして、突きの時に、こういう風にちっちゃく突くんか、後の決めとアピール意識して、大きく、ここまで突かんかやったら、審判としても、大きい方が取りやすい。それ分かるやろ。だからそこまで意識して、打ち込みしようか。はい、じゃあ行こう。ちょっと待った！